サージョン・アーネスト・ウォーカーは、イギリス人の科学者で、1997年度のノーベル科学賞受賞者である。ウェスト・ヨークシャーのハリファクスで、石膏のアーネスト・ウォーカーとアマチュアミュージシャンの、エルジー・ロートンの間に生まれた。二人の妹と共に、田舎で育ち、ラストリックの初等中学校に通った。学校では彼はスポーツマンで、特に最後の三年間は、 物理学と数学に才能を発揮した。学士号はオックスフォード大学セントキャサリン校で取得した。ウォーカーは1965年からエドワード・アブラハムと共にペプチド製の抗生物質の研究を始め、1969年に博士号を得た。この時期に彼は分子生物学の劇的な発展に興味を抱いた。 1969年から1971年にかけてはウィスコンシン大学マディソン校で1971年から1974年にかけてはフランスで仕事をし1974年にはケンブリッジ大学の研究会でフレデリック・サンガートであった。これがきっかけでメディカルリサーチカウンシルの分子生物学研究所で長期間働くことになった。 同僚には DNA の分子構造の解明で有名なフランシス・クリックらがいた。はじめはタンパク質のシークエンスの解析やミトコンドリアの遺伝子コードの解明を行っていたが、1978年、タンパク質科学の技法で膜タンパク質の研究をすることを決意した。ウォーカーはアデノシン3ン酸合成酵素の機構の解明により、アメリカ人科学者のポール・ボイヤーと共に、 ノーベル科学賞を受賞した。また同年、デンマーク人科学者のイエンススコーも同賞を受賞しているが、研究内容には全く関係がない。1963年にクリスチャン・ウェストコットと結婚し、二人の娘がいる。1999年に分子生物学への貢献により、ナイトを授与された。1995年王立協会フェロー選出。 2012年コプリメダル受賞、ありがとうございます。